ちは。今からちょっと配信を始めていきたいと思いますが、浩平さん、こんにちは。水さん、てっちゃんさん、ハートありがとうございます。朝ごはんは食べてない。おうおうおう、爆音。食べてないです。お腹が空いていない。お腹空いたら食べます。そう、今日行かない旅のまた次はなんと東京編が放送されるということで、はい、なんか皆さんがすごく行きやすいんじゃないかなと思いますね。行かない旅なのに東京と思うかもしれないんですけど、東京なんです。なんか印刷が漏れちゃってる。やだ。というか、なんかこれまでの行かない旅とはまた違った感じになってて、それもすごく面白かったです。そうなんですよね。本当にすみません。あのパパに言ったら、え、今日休みだよって昨日言われまして、えみたいな、日曜日って休みなの。本当にすみません。え、どうしましょうそうなんですよね。あの、はい、知らなくて、私あの握手会で休みの店舗を紹介するという、あの本当に大失態をやらかしてしまっていて、え、どうしよう、どうしようかな、どこ、ね、やらかしましたね。私が行ってたのいつも土曜の昼だったのか。今めっちゃ困ってます。え、ごめん、待って、どうしよう。そうだよね、うちも昨日さパパにそれ聞いて、そんなわけないじゃんって調べたら本当に休みだった。どこがいいかな。昼ご飯でしょ。ちょっと待って。むずいな。何系？魚系が食べたい？
かに。市長公演千葉楽しかったです。夢の国部屋可愛かった。ありがとう。嬉しい。あ、これどこのラーメンだ。あ、違う。いやなんかここもね、ここのご飯も美味しいんだけど、でもここは、あ、こことかどう？ちょっと調べる、今日やってるか。お、やり始める。え、でもめっちゃ時間限られてるけどいい。ちょっとウィバースに送ろう。いや別にここで言ってもいいんだけどさ。どの辺なんだろうお店。あー、割とそうですね、ちょっとする気からは離れるかも。ここは前に行って美味しかった洋食屋さんなんですけど、ユニバースで送った方が場所が確実になりそう。Google マップ。あれ、また対戦してる、同じ人と。うち、まあ、ウィバースで送ればね、いつか。別に今日富山に来てないピョンズもね、行きたいって思ってくれたらいいなと思います。対して、みんなもさ、ハルピョンにさ、いろんなさ、なんか、まあもちろんなるべく私が行けそうな場所のね、あれだけど、を教えてほしいですね。あの、私が行けそうな場所の美味しかったよっていうご飯屋さん、ぜひ教えてください。
あの今日じゃなくても。もうない。三好美味しすぎて昨日感動した。え、嬉しい、感動してくれて、ね、めっちゃ美味しいよね。ちょっとねボリューミーではあるんですけど、すごく美味しくて、私ももう一回行きたいって思うぐらい本当に大好き。なんかあのああいうカツ丼が美味しいなって、なんかカツ屋とはまた違った肉の感じのカツ丼と言いますか。すごい、なん昨日何人も行ってくれたんだ、嬉しい。私近江町市場とか紹介したのに行かなかったわけまあ全然いいんですけど、めっちゃおもろい。みんな富山に来てご飯食べたいんだね。なんかママにね、今日ピョンと富山でご飯食べてるんだってっていう話をしたら、えみたいな、なんでわざわざ今日って、昨日の話ね、昨日ママに今日富山でピョンズご飯食べてるんだって夜ご飯って話をしてしたの。そしたら、なんで石川にいたのにわざわざ富山でご飯食べんのって石川の方が美味しいお店いっぱいあるよってママに言われたんですけど、違うんだよって、ピョンズはハルピョンがいるところが好きなんだからねって、石川の美味しいお店もうもちろんいいかもしれないけど、ピョンズはハルピョンが行く富山のお店が好きなんだから、根本的なとこ間違えてた、ママ。そう、間違ってるよってちゃんと伝えました。私も一オタクなので、はい、わかるんですよその気持ちが。違っちゃってるよ。空いてる、いやでもお腹は空いてない今日のお昼は決まってるので、変なものを、変なものっていうか変に完食をしないようにしたい。カツ丼とすごっ、なんかさ衣装にファブリーズシュッシュってするんじゃないですか、するんですけど、特に劇場とか結構いつも使う、すぐになんて言うんだろう、なんかその1回しか、例えば昨日みたいに1回しか使わないっていうやつだったら、その後衣装さんがすぐに綺麗にしてくださるんですけど、こうなんかいろんなところを回ったりとか、毎日
なんか公演とかしてたりとかしてたから、劇場とかは基本的にその次の日もあるっていう時とかはすぐに綺麗にしようとしちゃうと、あの次の日濡れたままの状態になっちゃうので、基本的にはうちらがファブリーズしてっていう感じなんですよ。そうなんですけど、もうそのファブリーズが今なくなりそうで、そう目代わりで買おうかなと思ったんですけど、多分目代わりで買うより普通にドラッグストアとかでなんか買った方が安いなと思って買うのやめましたっていうどうでもいい話。自前なんですけど、自前じゃなくていいのかな、普通に自前だと思ってた。経費では多分落ちないですね。はい、だって汗かかなきゃいい話だしえ、経費で落とせんの？絶対無理なんだけど。わかんない、うちらなんかそういうのどこまで他のメン、はい、みんな同じですよ。わかんない、ちょっとあやなんさんにあやなんさんに連絡しないとわかんない、うん、最悪、一番良くない展開にしてしまった。ピョンズ2人と出会ってる時にそれ以外のファンの人に私がドボンされるっていう一番良くない展開、うん、いや周りのメンバーはそうです、同じです、みんなちゃんと普通に自分で買ってます。はい、だからそんななんか経費で落とそうみたいな発想がなかった。会社員ではないからね、うちら、うん、これはまた難しいところで、私たち会社員ではないんですよ。ところ行きます、ありがとう、よかった、ありがとう。ね、待って、カツ丼、またカツ丼か待って、やらかしてるわ、え、ごめんあれ昨日もカツ丼食べた人いるよね、またカツ紹介しちゃった、うちえ、ちょっと待ってちょっと待って、本当は今日うどんにする予定だったのよ、みんなのご飯を。待って、何回カツ紹介されんだろうって思ってるよね絶対。え、そうだよね、ごめん、本当にうち何も見てなかったから今バーストさせちゃった、しかもピョンズのこと最低だよね、ごめんごめん、マジでごめん、今何も見ずになんか
ドロースリー投げてた。昨日カツ食べてないので大丈夫。カツ食べた人もいる。まあいっか、まあいっか。忘れてるか。そうだよね、昨日の記憶はもうないよね。ね、ごめん、バーストさせた。本当にごめん。うちが悪い。だからこの間のこととトントンね。この間のこととトントン、ね、まあいっか。別にね、だってラーメンって食べれるじゃん、何日連続でも一緒だよね。本当に最低。いや私ちゃんと中華以外にしようと思って今めっちゃ考えてたの。あ、これは中、そう、昨日町中華に行ってもらったりとか、みんなにねいろいろ聞かれた時にしたから、昨日は中華を紹介したから今日は中華じゃないとこにしようと思って。でも中華でカツ丼食べてるんだったこの人たちと今思い出して、まあいっか。まあいっか。許してくれるっしょ。また貯めとこ。でもいつもなんかさ、結局さ同じとこに行っちゃうんだよね、ご飯ってなると。そう。今どれのブー、これのブーか。いっか、だっていつかは食べるんだもん。カルピョンと胃の中をお揃いにしようとしたらいつかは食べるから。またよくわかんないところ、よくわかんないところとか言うとあれだ、また全然違うお店開拓しなきゃね、みんなのために。知らないお店ってなかなか入れない。なんかやっぱ結局の美味しいを求めちゃう。結局絶対美味しいを求めちゃう。安定を求めちゃう。あ、そう、新しい生写真、それの宣伝もしなきゃ、ツイッターで後でします。やることを、今日は今日のリマインダーしなきゃ。
写真アンケート。よし、今日はリマインドが4つもあります。そう、え、もう発表された？わお、どうして知っているの？え、待って、え、なんか携帯の充電 20% なんだけど。え、昨日充電して寝たんだけど、なんで？ちょっと待って、今びっくりしてる。え、充電できてなかったってこと？え、ちょっと待って、まあいっか。ちょっとまだ引用はちょっとせずにリポストだけしときます。 AKB の公式からの告知はまだないので。あの、気になる方は私のツイッターでリポストされたやつを見てください。はい、嬉しいお知らせです。あれ、私さ、今さ、ファンデーション塗ったのにまたファンデーション出しちゃった。もう一回塗ろう。間違えちゃった。すごい厚塗りすることになるんだけど、もういっか。そう、番組さんの公式 X さんでは発表されてるんですけど、なんかね、ショールーム以外で髪下ろしてるハルピョ見たことない。あの、なんかね、昨日カチューシャだったんです、髪飾り本当は。そう、でもなんか私ってアイドルフェスの時は基本的に高めツインって、心の中というか、まあ、普通に自分の中で決めてて、そうで、どうしてもやっぱり高めツインがしたかったんですね。で、まあ、レミタンと、レミタンがすごいリボンの長い下尾ちゃんがつけてた髪飾りだったんですけど、なんかレミタンも別にポニーテールしたいってわけじゃないなみたいな、なんか下ろしたいからみたいな、そう、これよりあのカチューシャの方がレミ的には嬉しいですってなったから、レミとまず交換したので、私がリボン1個のやつになったのね。そう、下尾ちゃんが昨日つけてたポニーテール、ポニーテールじゃない、リボンのやつになったんですけど、でも私はやっぱツインテールがしたいって思ってたから、2つの髪飾りがいいなと思ってて、下尾ちゃんがちっちゃい髪飾りで、あと予備にもちっちゃい髪飾りが入ってたんですよ。そうだから、なんか次にタオちゃんにね聞いて、そう、え、タオちゃん髪型何にするって、口と口どっちがいいって聞いて、タオが、え、全然リボンでいいよみたいな、そのなんか譲ってくれて、優しい世界。そう、それでみんなの協力のもと、私はちび髪飾り2つのツインテールができました。そう、基本的にはアイドルフェス、なんか低めのツインテールだったらカチューシャ全然ありなんですけど、そう、高めツインテールだとなんかカチューシャするとちょっとなんかね、ちょっと違うんですよ、なんか何かが違うの、私の中で。そうだから、
うんって思ってたら、みんながみんな変えてくれてよかったです。ニキビできた、最悪。粉はたいた後に、眉毛、眉毛ないわもう。こんだけしかない前。こうした方が見える。でも、まあ、あるんですよね。別に。そう、あるんだよ。だから。目代わりで買うかは迷ってます。あ、次コメント変えよう。ファブリーズは普通に買った方が多分いいから、普通に買う。あ、間違い、いや間違い、あ、いや間違えたな。なんか基本的に目代わりで買うものはシャンプーとかそういうものばっかりだった最近。シャンプー、リンス、洗剤とか柔軟剤とかばっかりだったから。日常消耗品が多かったです。生活必需品。ねえ最悪、いっぱい泥を着ちゃった。コメント変えるって言ったのに忘れてた。
でもピンクがもうなくて、これこのパレットメイク道具ピンクがないなと思いながら、使わない色はでも最近使うようにしてて、そうでもやっぱり1回で使う量がすごく限られてるから難しいんだけど、涙袋の影とかに使うようにしてる。そう最近ね、コメント変える。ありがとう、ハートにしてくれて助かった。ハート出したかった。でもそう、1回のメイクにこれ本当に少量しか使わないから、涙袋の影とかって結局一生なくならないんだよね。はいはいはい、6人ともソースカツ丼にしたの、めっちゃおもろい。6人1人誰一人誰？昨日ここにいた4人と1人でしょ？もう一人誰？写真送って、写真送って、友達な、うちら友達、え写真送っといて、ご飯の写真じゃないよ、みんなで撮った写真ね、みんなで写真撮って、みんなで写真撮って送って、この間喋ってたさ、
あの握手会で来てくれてドボンの名前言ったら私が誰か分かった人対戦した。今このさ目元のさアイラインをさ別にアイラインで引かずにアイシャドウの茶色で引いちゃえばいいのか。そしたらそんななんかバッキバキに濃くならずにけどちょっと締まって見える。なんか多分こういうのって多分もっと前から気づくことなんだろうな。私本当にメイクに興味なくてさ。そう全然あんま分かってなかったけど、なんか一時期めっちゃメイクを研究したいと思った時期もあったんですよ。まあ多分それもね2日ぐらいで終わったんですけど、コロナ禍の時に家から出ないからメイクしなくていいやって思うけど、逆にそのメイクしなくていいやじゃなくてそのコロナ禍でお家にいる間にいっぱいメイクを覚えて、なんか何にするか決め、どういうなんかメイクがすごい似合ったりとかするか決めようと思って、なんかそれを一回試みたんだけど、でも結局使いたい色はピンクだしみたいな気持ちになったら、なんかあんま意味なくてやめました。でも今いい感じ。橋本さんメイクレシピやってほしい。え作ってね、誰か作って。なんかさすごいみんなやっててさすごいなって思ってるんだけどさ、作ってほしい。でも私すぐメイク道具変わっちゃうからちょっと何とも言えないんだけど、紹介しよう。今まず、化粧水とかはねあれなんだけど、適当なんだけど人任せ。いやあの本当に私は紹介はするから、なんか全然あのやりたい方がやってくださいって感じなんですけど、そうやりたい方がいたらやってください。じゃ紹介だけしとくわって感じ。まず日焼け止め、基本的に顔はアリーを使ってます。あの体はなんかなんだろう、ビオレとかそういうなんていうんですかね、結構大容量で、まあお値段も抑えめ、コスパ良きみたいななんですけど、顔だけはちょっとちゃんと本当にちゃんとしたいなっていう気持ちがあって、カネボウです。でも全然めっちゃ日焼けします。あの日焼け止めが悪いとかじゃなくて、塗り直さない私が悪くて全然めっちゃ日焼けします。はい、すいませんそしてその次に下地最近変えてるんですけど、あの劇場とか、あ今ここに持ってないのがある。劇場だと、劇場とかそういうのだとまずこのクレドポーボーテ、よくゆきりんさんとかも言ってる、結構値段する。マジでなんか私が高校生ぐらいの時に、あの私高校生の時のストレス発散法が、あの富山駅で買い物をすることだったんですよ。そうあの学校とかで嫌なことがあったりとかしたら富山駅でストレス発散、買い物いっぱいして、であの気持ちを落ち着かせるっていう本当にお財布に優しくない高校生活を送ってたんですけど、あのその時に買いました。はい結構高かったです。でも私のストレス発散法だったので、その当時のこのクレドポーボーテボワールコルコクレチュールプレメイキャップ、めっちゃ高い、これを使ってやってました。これを下地でプラスエクセルの、その時それもその当時買ったんですけど、下地青、今売ってないかもしんない、もうそれも昔買ったやつだから、これエクセルグロー、グロールミナイザーブルー、これです。これを
これが青色なのでめっちゃ良くて、これを使ってちょっと今ここに持ってなくてすいません。今日は違うの使っているんですけど、下地はこれと、なんだっけあれ、名前出てこない、いつも私が使ってるさピンクのやつ、9点で買った目代わりで。エスポア？エスポアだっけ？これだけど、これだ。この時のこれ、エスポアウォータースプラッシュサンクリーム。これを使って、これと水色を混ぜてます。あ、こっち。こっちです。ウォータースプラッシュ四角トーンアップクリーム。こっちだ。こっちを使って劇場はメイクをしてて、でも最近このてるてるのトーンアップエッセンスラベンダーを買ったので今日はこれを使いました。ちょっと今お試し中というか、そうなんか普通に外出て動いたりとか汗かいてもなんかどうだろうっていうお試し、今お試し期間をやってます。すごく。次ファンデーションなんですけど、ファンデーションはこれですね、ジベルニーのファンデーション17番を使って、これとこのケイトさんのフェイスネックホワイターっていう、そのただ白くなるやつなんですけど、これとこれを混ぜてなるべく肌を白くさせようと頑張ってます。はい、私はすぐに日焼けでね、なんか日焼け止めを塗るのがめんどくさくなっちゃうので、でなんだっけ、コンシーラーはルナのコンシーラーとディオールのコンシーラーと、あと最近これはカラーパレットなのでその部分使いなんですけど、このルナのこのコンシーラー、これがなんか緑は赤みを消してくれるから、なんかニキビちゃんとかできたらそのまずニキビちゃんを緑で消してからこの色を使って補正するみたいな感じのやつなんですよ、ルナのコンシーラー。なんかゆいゆいが最近やってたやつとやつの色違いです。なんかインスタ上げてた、コントロールブレンダーパレットクリアカバーと、もう一つユーピンクのコンシーラーを使ってます。これを使ってます。これはオレンジがこれが最強なのでクマを隠したり、今日はやってないんですけど、そう今日は隠してない、全然隠してないんですけど、これです、これを使ってます。コンシーラーだけで4つもあるでも毎回全部使ってるわけではなくて、そうそう、ユーピンクはユキリンさんのブランドです。でその上からパウダーはなんか最近はこのメイクキープパウダー、コーセーさんのメイクキープフェイスパウダーを最近使ってます。で眉毛はなんかもう基本的に適当なんですけど最近は眉毛ペンシルはね、分かんない単語ばっかりだよね今、私もあんま分かってない。ファシオアイブロウペンシル02番を使ってるんですけど、もうこれだけしかないので
あの買えます、多分お家にあるあれに、お家にあるなんか別のに買えます。もうないです。でもあんまこだわりないです、ペンシルに関しては。引ければいい、引きやすければいい。で眉毛マスカラっていうものはユアンブリュアンルアンリュルアンブリュースアイブロウマスカラ02番を使ってるんですけど、これは髪が今茶色い時はこれを使ってて、なんか暗くなったらヘビーローテーションっていう眉毛のあのメーカーさんの別の色、ちょっと何番だったか今忘れちゃった、今持ってないを使ってます。で眉毛は完成そしてこっから、ここまではあの今私は終わっちゃったやつを今紹介したんですけど、あれここからやりながら紹介します。チークはこちらレブロンパーフェクトリーナッシュナチュラルブラッシュ350、これを使ってます。もうないです、そこが見えてます。でもいっぱいまだあります。でチークブラシめっちゃ、これめっちゃ良くて、これファンの方にいただいたんですけど、リリミオっていう指原さんのブランドのあのブラシなんですけど、これめちゃめちゃ塗りやすいんですよ。そうこれめっちゃおすすめです。でこのチークの何がいいって、ピンクの中にキラキラが入ってるので、そうちょっとなんかそのほっぺたピンクだけじゃなくてキラキラっぽくも見せたい時にめっちゃ便利。そう最近私はほっぺたにハイライトを入れることもハマってて、めっちゃ良き。ただもうちょっとなんかピンク味が欲しいなって思っているので、もしかしたら目代わりでチーク買うかもしれないみたいな気持ちで、それにこことここにも薄くチークを入れます。でその上から U ピンクのハイライトとコンシーラーじゃない、シェーディングをやるんですけど、グローアップコントゥアパレット02番です。この上からさっきこことここにハイライト塗ったんですけど、あとここにもそうちょっと強めにハイライトを塗ることで顔がキラッとツヤ感を出します。でシェーディングのユーピンク、ゴリゴリに削っていきます。お腹が空きました。塗る順番基本的にはなんか先に肌をとかを整えたりとか輪郭整えてからなんか色つけたりとかしてるんですけど、今日はシェーディングの前に間違えてアイカラーをやりました。なんでだろう。でこの
シェーディングで鼻も削っていきます。いっぱい、ちょっとさ、いろいろ移動するから今回さ、ちょっとメイク道具いろいろちょっと少なくなってる。で、さっき使ってたアイシャドウがバビメロバレンタインボックス3番ローズモーメント、もう使いすぎて色が剥げちゃってるんですけど、これを使って基本的にはアイシャドウはメイクしてます。で、ステージがあるときもっと目元キラキラさせたいみたいな時はこのクリオプロアイパレット13番ピクニックバイザサンセットっていうのを使って、ここら辺このラメラメを使ってメイクをしてます、はい、これでいっぱいラメを つけてます。でも今日は別にそんなラメいらないのでつけない。で、そのステージの時はこのドドダイヤモンドクラッシュライナー502番ゴールドパールっていうやつをなんかここら辺目の下に塗ったりとか、こちらのちょっと全然も読めないボリカ美容液ラメライナー1番シャイニーミントっていうやつをこの目のここにここに入れてちょっとキラッとさせてます。そしてアイラインの出番、アイラインはアイラインも別にそんなにこだわりなくて、なんかでも色にはめっちゃこだわりあって、なんかなんだダークブラウンが私は好きなんですけど、今使ってるのはピコモンテビューティフルライナーダークブラウンリキッドライナー、こっちかこれです。目尻にしか引かないです。ちょっと今日ピンクやりすぎた普通にステージぐらいピンクしちゃった。なんかかわいい。で、今ここにピンクとかいろいろ乗ってるんですけど、この上から全然もう読めません。全然読めないんですけど、これもう9点の目代わりで買ったので、目代わりの購入履歴を見ればわかる。みんなが多分ループしてた時は私全然なんか意味のないただどこで買ったか調べてるだけの時間だったんで全然大丈夫です。とりあえずこいつ完了。これで涙袋を作って、でもいつもそのこっちを先にするかピンクを先にするかっていうその攻防戦は適当ですはい、そんな感じかな。あとマスカラは
ょっと今日はそんなバチバチにしないからあれなんだけど、基本的にまずこのリリミューのビューラーをドライヤーで温めてからこう上げて、まあ今日は別にバチバチにしなくていいのでドライヤーで温めないんですけど、そうバチバチにしたい時はドライヤーで温めてから上げてます。で、だいたいヘアメイクさんが一緒に来てくださるんですけど、ヘアメイクさんがドライヤー持ってたりとか、劇場はドライヤーが置いてあったりとかしてるので、あのドライヤーを持っていくとかっていうことはないです。そうですね。で、こうやって上げて、で、まずメイク下地に U ピンクのこのマスカラちゃんをまず使います。まつげ下地か、こう上と下も塗ります、この U ピンクは。で、その上も下も塗って、お下は U ピンクだけで終わりなんですけど、上はまずこのメイベリンのスカイハイっていうマスカラをバチバチに塗って束感を作るんですね。これで束感をパチ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 って作って、で、その上からこのもうさ、このさ、これもさ、なんて書いてあるかわかんないんだよね。なんだっけな、これちょっと忘れちゃった。結構一時期めっちゃ流行ったこのマスカラを使って存在感をより演出させています。私のメイクレシピはこんな感じ。リップ今持ってないんですけど、ちょっとあのポーチがね別のところにあるので、そう持ち運んでるんですけど、ビアなんか、まずイヴ・サンローランのなんかリップの色のやつを塗った上から、ちょっと色の番号忘れちゃったんだけど、その上から BBIA って書くちょっとなんて読むかわからないリップってか色の05番、これは05だったはず、05ピオニーロー、これももうなくなるんだよね。ちょっと目代わりの写真で申し訳ない。これの05番とを使って塗った、その上から U ピンクの今グロス塗ってます。これで私は完成って感じです。はい、長くなりましたが、お腹が空きました。ご飯を食べます。あ、で、上からこのメイクキープアップミスト、メイクキープミストつけます。ちょっとまだマスカラしてないんですけど、そんな感じです。どんどんね、どんどん喉やられてるんだけど、今日の配信でこんな感じで私の顔は出来上がっていきます。まああの本当にね、メイクレシピ動画版みたいな感じなんですけど、でした。普段のメイクで使ってるのはこれが全部です。今紹介したのがこれでした。ちょっともう今もう一回紹介したらもう30分ぐらいかかっちゃうからちょっともう無理だもう30分ぐらいプラスでかかっちゃうから、ちょっとまたみんなのこと置いてけぼりにしちゃう。すごいみんなが置いてけぼりにされてるなって、コメント全然流れてないなっていうのはすごい伝わってきてたのでみんなを置いてけぼりに30分間しちゃうのは本当に心苦しい。でも作りたいって思ってくれてる気持ちがすごく嬉しいです。ありがとうございます。
以上、発表配信も終わる。メイクもほぼできたし、そんな感じでした。ドボンは続けていきますよ。別にドボンはいつもなんかさ、なんかドボン始めますみたいなね言ってる子とかもいたりとか、何時までドボンしますって言ってる子もいたりとかするけど、あの私はずっと基本的にできる時間は基本的にやってるって感じなので、はい、一緒に頑張ろうということでランキングいきます。お腹すいた、もう本当にお腹がすいた、もう12時間何も食べてない1位鉄道ネイトさん、2位トシさん、3位ヤローさん、4位マックミックさん、5位哲也ハルピョン大大大好きさん、6位西くんさん、7位サウロンさん、8位トラックヤローアットゴリさん、9位ベベモンさん、10位マークーンさん、11位バンボシさん、12位シノさん、13位ツッチーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。この後もいっぱいご飯を食べて元気にドボン頑張りましょう。それではおやすみなさい。おやすみ、ありがとう、またね、ありがとう、バイバイ。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、6853盛り上がりの皆さんに切ってきた映画をお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではバイバーイ、ありがとう、またねー。